はい、皆さんこんにちは。りなです。なかです。エディティブログです。タイトルにもある通りなんですけど、僕たち新しい車を購入しました。イエーイ。車が増えました。そうだよ。でも特に私はすごい嬉しい。レナの大好物、大好物、レナのお気に入りの車になってます。めちゃめちゃ気に入りの車買いました。大好きな車です。はい、フェラーリです。そうだ、嘘つきです。フェラーリ買えるお金持ってません。残念ながら。もっと頑張ってくださいよ。あのサムネイルに、うん、サムネイルにこう赤い車が映ってたから、みんなフェラーリだと思ってるだろうね。可能性はゼロだから。でも赤い車は買いました。そう、なんで車買ったんですか、社長さん。私に運転しやすい、うん、あのタカにスノーボードに行きやすい車が欲しかったからです。そうだね、だからメインの理由はスノーボードに使うための車を買ったって感じだね。はい、なぜかというとタカが事故したことがあるから。そう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 。2年か3年ぐらい前にスノーボードの帰り道で後ろから突っ込まれて、俺一回事故ってるからね。一回だけじゃないでしょ。なんか雪道とかよく滑ったりするとか、他の車がなんか滑ったりするから。そう、それがポルシェで言うと私はさすがにアウトだよって言ってました。そうだね、ちょっとリスク高いね。雪道ってやっぱりリスク高いよね、うん、俺2回あるわ。そう、止まってたら上から車がザーって滑ってきて、横っ腹ザザザザザザザって、まあお母さんの軽に乗ってた時なんだけどね。そうだよ。だからまあセーフだったけどね。だから軽だったら別にいいけど、ポルシェだったらもうビビるぐらいのお金になるから。そうだね。だからまあ雑に使ってもいいように、ある程度、しかも雪道にも強い。皆さんわかりますか？フェラーリではないですよ。フェラーリではない。フェラーリだって、フェラーリで言ったらもう滑りまくるんじゃない？ああ、そうだね。あとはまあスノーボードに使おうなら、うん、ある程度でかい車じゃないとスノーボード入らないとか。そう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 。荷物も入れやすくて、ね、雪道に強くて、ぶつけられないような安全機能がいっぱいついてる、運転しやすい。だレナで言ったらもうマカンよりも新しく買った車の方が大好き。乗ってるもんね。もう大好き。信じられませんけど、ね、全部やってくれるから。もうポルシェが本当にこうごっつりで大きいから、うん、見回りにくいし、特に駐車する時とか、うん、まあ、狭い道とか、あの狭い道で、めちゃくちゃ気使うよね。前から車が来た時にビビる。幅が広いもんね。2メートルはないけど2メートル近くあるから、やっぱ駐車場も気使うし、そう、狭い道入れないしね。そう、だからもうちょっとこうコンパクトな車が欲しかったな。タカがいなくても安全で運転できる、うん、そう。だからレナは普通に一人でその車乗って出かけることも最近あるよね。でもポルシェは一切ない。マカンは一回もないね。怖いからね。怖い怖い。事故る可能性がありますからね。怖い怖い怖い。って感じでめちゃくちゃいい買い物したね。Yes. そう考えるとね。でもすぐには買えなかったでしょ。タカがいつも、うん、いろいろ。タカがいつも、皆さん分かってないかもしれないけど、すっごい悩む。それはそうでしょ。車買うときは悩むでしょ。何がいいかなって。もうすごいお金じゃなくて時間の無駄をする。そう、今回もいろいろ悩ましたね。はい、教えてあげて皆さんに。車中古で買ったんですけど、まあ、いろんな、なぜかというと壊してもいいように。あ、そうそうそう、まあ、別にスキー、スノボーでぶつけてもいいように、はい、あと駐車場に止まっててね、板でガチャってやられることもあるからね、うん、そう、だから中古で車を買って、めちゃくちゃいい車を買って、はい、でいろいろ見に行ったね。そう、一番最初に買おうかなと思ったのはミニ。イエス。ってことは買ってないんですけど。イエス。ミニのクラブマンっていう車を買おうと思ってた。本当にコンパクトで、うん、可愛らしい、運転しやすいし、うん、レナにとっても運転しやすいなと思ったし、可愛らしい、可愛らしさで私は気に入る。でそれは何回か試乗も行った。Yes. でももう結局また外車を買うといろいろ高いなと思ったよね、うん、維持費も多分高いし、壊れるリスクもあるし、うん、まあ、あんま壊れないっていう言ってたけどね、ディーラーさんは、ね、ミニがいいって感じだったよね。そう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 、はい、そうで結局ミニは試乗もして、何回も試乗したよ。皆さん知ってます？ミニのジョン・クーパーワークスっていうちょっとスポーティーなモデルがあって、 それもまたタカがジョン・クーパーワークスの欲しい、クラブマンを2回ぐらい試乗して、はい、やめましたね。やめました。やめました。私はもう飽きてたから、もう別にそれでもいいやと思った。ちょっとね、ミニねちっちゃかった。スノボーの板を俺4枚とか乗せるから、それにとってはちょっとミニがちっちゃくてやめました。で、真っ赤な車を買いました。真っ赤な車を買いました。ちなみに車はもう庭に止まってて、この後
皆さんと一緒に見に行きたいんですけど、はい、キーはここにあります、はい、まあ、これカバーかぶってるから分かんない、まあ、分かんないでもこのフォルムだけでさ、もし分かったら分かる人いる？いるかな、いたら逆に怖いけどねこのタイミングでちょっとコメント欄に書いてみてください分かります、このフォルムで分かんないよね、さすがにね、こっちにマークついてるからね、このストライプとかで分かる。あ、ごめん、これ BMW じゃないの？あ、ぽいねBMW の M シリーズのぽいね。あ、私合ってる？合ってる？あ、ぽいねでもこれちょっとカバー買っちゃって今つけてるから、はい、あ、BMW じゃございませんじゃないです、そんなお金ありませんので。え、ミニも BMW で一応。あ、そうだミニも BMW グループか。はい、じゃあ見に行きます早速もう、はい、じゃあ皆さん早速見せます。庭の方にあるので、はい、はい、じゃあ外に、じゃあ行きますか、早速お披露目しますか、新しい車。ドライブに行く？あ、ドライブ行く、ドライブ、ついでにドライブ行くか。そうだね、鍵ある？ない取ってきます準備がいいねはい、では行きますか。はい、はい、あ、はい、あと数秒フェラーリが出てくるかな。だよね、変わったかもしれないというわけでここに入ってます。こちらに入っております。ちなみに今日僕の実家に来てるので、はい、いつもはアパートに泊めてます。そのアパートですごい、あの、撮影しにくいから、ここでここに来たタイミングで撮影した方が皆さんも見やすいし、こういうガレージがあるから。そうそうそう、ちゃんとしたね開けます。準備いいですか皆さん、心準備大丈夫ですか。何を買ったんでしょうか、ね、3、2、1。時間かかるよこれただーん、レヴォーグを買いました。スバルの真っ赤なレヴォーグを買いました。まあ、フェラーリに見えますよね。見えません、全く見えません。一旦出しますか、ちょっと。はい、AT ブログのフェラーリです。ね、めちゃくちゃいい車だね、本当に、はい、おー、わ、いい音する。バックしないでね、ちゃんと前に出てきてね。バックしたらぶつかりますよ。ということで、新しく買った車はスバルのレヴォーグでした。はい、でそれ以上私は、あの、説明することは全く何もできないので、坂に任せるしかない。真っ赤な車ですね。で、多分僕らの視聴者、スバル好きな人多いと思うから、多分レヴォーグって言えば分かると思うけどね。ドア4つその説明からいく当たり前なんだけどタカはなんでこれが欲しかったかっていうと、なんで買ったかっていうと、もうこの広さですね。ちょうど今もうスノーボード下ろしちゃったんだけど、あ、ここスノーボード用品で、ここに板を何本か並べれる。めっちゃ広くないこれ？イエス、寝れるよ。車中泊とかもできちゃうよ。そうそうそう、レナ多分足伸ばせるんじゃない？ギリギリ。どうした、傷がついたらかなと思ったら、あ、傷ついてるよ、傷ついてる。もう何回かね、スノーボードに板とか当てちゃったし。は？あ、バレて言ってなかったっけそれ初耳初耳でしたっけ。あの、多分こっちの辺にね、傷ついてると思う。どこだったかな、見て、ここ、これ見えるかな、スパッと。あ、皆さん見える、この線傷。スノーボードを立てかけてたら壁に倒れて、風で、だ、俺のせいじゃないんだよ風でで、ここにね、ザザザザってこう当たってしまった。で、あとスノーボードで使ってるから、まあ車は汚いね。洗車しとけばよかったね、紹介するなら。そうだよ、タカさん。で、今まだね、スタッドレス入ってますね、冬のタイヤ。そうそうそう、まあ、それは今から買えるでしょ。こことかもさ、やっぱこうドアパンチ、ドアパンチ。もう私の好きな車はもう禁止だよ、タカが使う禁止、ね、この傷ついちゃうからね、乗ってるとね、しょうがないよね。本当かな。あ、ここね、もう知りたくない。壊れてますねレヴォーグを買って、スノーボードにもう毎週のように使ってます。一応ね、はい、レヴォーグの、ね、STI っていうちょっとスポーティーなのが、スポーツ、そう、スポーツシートとかエンジンとかだから設定もいろいろあるね。ちなみにこれ賛否両論あるんですけど、スバル車のこれどう思います、このボンネットにさ、空気をさ取り込むさ、まあ、水平対向エンジンが積んであって、そこを冷やすための、女性目線でどうですか。思ったことないよ別に。あ、特に思わない。うん、でもこれね、女性に不評だったりするんだよこれ。あ、そう。これがなんか何なんていうの、なんかダサいみたいな、いう。いや、別に何も思、今まで何も思ってなかった。俺はかっこいいな、可愛いなと思うんだけどね。可愛いな。そうそうそう。でもなんか車になんか顔あるでしょ。うん。なんかいい感じの顔と、なんかダサい車の顔あったりするでしょ。うん。
レデボーグは割とかっこいいと思ってるよ。じゃあちょっと中も見せましょうか。そうだね、スバル車検討してる方ぜひ。そういう動画じゃないけど、まあ、確かに新しい車買いましたっていう動画で愛車紹介ですね。はい、ここでめちゃめちゃいいのがこれ、ドライバー認証、顔認証でこれレナが乗ってますよみたいなのが分かって、私の椅子の位置にしてくれる。そう、シートポジション勝手にめっちゃいい合わせてくれるね。そうで、ここにさ、レナさんこんにちはみたいなの出てくるね。あ、あとちなみに今エンジン音聞こえるけど、はい、マフラー変えました。レナさんに反対されましたけど、めちゃめちゃ苦労してますよここで。マフラー変えました。皆さんはどうですか、このマフラー。めっちゃいい音だね。うるさいんです。ちょっと一回マイクでどんな感じの音かね、ちょっと吹かしてください。そう、超いい音だよね、マフラー変えてね。いらないけど、音はどうでもいいよ。レナさん反対でしたね。車は A から B に行けばいいようなものだったら大丈夫。まあ確かにね、それを言われてしまうとね。そうそうそう、ここもさ、めちゃくちゃ近未来的じゃない？そう、でかいよね、あれみたいな。あのテスラが有名でしょ。そう、 iPad がボコッとはまってるぐらい大きなパネル。そう、今英語になってる。あ、だからレナの顔で英語認識して英語設定なんじゃない、うん、そう、俺が乗るとき多分日本語になってると思うよ。多分そうだった。だから本当に使いやすいよこれも。ね、ポルシェと比べると、うん、この車全部使いやすいよ。確かに、あの椅子もやってくれるし、あとはそのドライブアシストとか、うん、もう全部やってくれるから、この車運転すると運転上手くなるよね。上手くならないよ、車が上手い。あ、そうそうそう。レナの運転でも安心して乗れるもん。そう、このハンドルにさ、いっぱいついてんだけど、ここにこのボタンを押したり、このボタンを押したり、ハンドル支援がついてたり、オートクルーズついてたり、そう、すごい便利。だからレーンキープもあるし、あとはその前の車からの距離も持っててくれるし、もちろんスピードもやってくれるし、渋滞の時もやってくれるし。素晴らしいよね。素晴らしすぎて、本当に下手な人でもすごい楽に運転できる。だから運転苦手な人とかね、スバルの車めちゃくちゃいいよ。めちゃめちゃいい。アイサイトってここにカメラがついてるね。でそれを撮影しながら支援してくれるっていうね。ちょっとドライブ行きます。はい、ということでレナさんの運転でちょっとドライブします。運転スタートです。ちなみにウィンカーは、まあ、日本車だから右側についてるでしょ、うん、右側についてるね。でポルシェは左側についてるでしょ、うん、よく間違える。パニックパニックだね。レナさん焦るとね、間違えますよ。そうだよ。だから高速道路の合流とかで、うん、あ、前から来た車が来ました。こういう時でもレボーグは幅が1800ぐらいしかないから超使いやすい。ほら、楽勝、緊張感全くなく、そう、楽勝です。プロフェッショナルドライバーみたいな感じ。そう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 、そう、ね、だからこの車乗ってると逆に事故できないね。そう、全部やってくれるからね。そう、タカ一回ほぼ事故したよこの車で。俺バックして。そうだ、バック駐車場の中で、イオンの駐車場で立体駐車場でバックしてったら柱があるの気づかなくて、はい、車が気づいてくれた。車がね、止まってくれた。ブレーキでピピピピピってなって急ブレーキになって、その機能ついてなかったらもう今さ、この後ろのへこんでます。ちなみにね、このドライブモードっていうのがあって、すごいよこれ。レボーグさん、これ全部選べるからね。でこれ何を変えるの。でここでパワーユニット、エンジンとか、ハンドルの重さとか、サスペンションの硬さとか、この下の方はちょっといまいちよく分かってないけど、オールウィールドライブのノーマルモードかスポーツモード、あとアイサイトつけた時の、アイサイトってあの自動運転モードなんだけど、その時のレスポンスとか、こんだけ選べるってすごくない？もうなんか迷っちゃうね。今スポーツモードになってるじゃん。でここのモードってボタンを押して1回、そうすると一番柔らかいモードに変わる。変わったかな、分からんね。サスペンションの硬さ全然変わったんだけど。ああ、おい、高速道路、なんかおかしいよ。なんで社長さん、なんかこれがおかしいよ。社長さん、何を変えたの。気をつけてくださいね。何を変えた。ちょっと高速道路やってきました。はい、合流できますか。いや、それ本当にそこが一番難しい。それが一番難しい。はい、行けました。よかった。ウィーン、
この車のいろんな機能があるから、これで80キロ、80キロに設定して、ハンドル支援もついてるからね。だから本当はあの触らなきゃいけないけど何もしなくていいって感じ。そうマジでレヴォーグのこの運転補助最強で、もっとこのこれがつけるともっと見れるよ、他にどこに車があるかとか、前とか、他の画面に出てるね、あの右側に来るかとか。そうそうそう、今前に車がいるから、うん、あ今消えたけど、80キロに設定してハンドル支援もつければもう何もしなくて、ハンドルに手を置いとくだけで全部曲がってくれるし、そうでちゃんと見てるから、ここを見るとあ怒られるね、怒られますよ。視線もちゃんと監視してるから、だから居眠りもできない。もう一個の機能があるよ、ここでウィンカーを出すとしたら、もう何もせずに今レーンを変えてくれた。もう一回戻って、ちょっとレナは何もしてないけど勝手にレーンを変えてくれる。そう、私より綺麗に スムーズに変えてくれる。でもちろん車がある時にそれをやっても、うんうんって言うよ。そうそうそう、はい、前を向いて、はい、すごいんだからこの車。はい、今さ高速降りるじゃない、で ETC のさレーンがあるじゃんここに。 Yes. お疲れ様でした。はい、ちなみにさっき ETC レーンでレーナ自分で減速したじゃない。だからアイサイトを、そうそうそう、ではここのアイサイトの X、モードのボタンポチッと押しとくと、はい、ETC レーンの前でちゃんと30キロとか40キロぐらいまで減速してくれるの、ETC レーンを検知して。頭いいね。やばくね、やばい、もう何も気にしなくていい。アイサイト X 最強。はい、ドライバー変えました。ドライバー変更です。タカがイライラし始めた。レナさんの下手くそな運転にさすがに下手くそすぎての車が全部やってくれるから、まあその関係で上手にはならないかもしれないけど、レナの運転スキルがこの車乗ってると全然上がらない可能性はある。そうでも大丈夫、すごい満足をしてる。本当にレヴォーグを買ってすっごい大幸せだよ私。なあ、すごいいい買い物だったね、はい、めちゃめちゃいい買い物。スノーボードのシーズン前に買って、今シーズンスノーボードずっと使って、で今雪道じゃない時はマカン使って、一人でとかに行く時に私絶対に使おう。それかレボーグちゃん、タカがレボちゃんにしようか。レボちゃん、レボちゃん、レボちゃん、LT ブログレボちゃん。あのレボちゃんはね、私たちはロングドライブをするときに、例えば伊勢さんとかに行くときに、タカがお酒を飲みたい場合はレボちゃんで行くしかないよ。そうだね、そうだね、私は帰り運転してあげるから。お酒飲むために帰りレナが運転するってなったらレボちゃん出動だね。そう、そうじゃない場合はマカンちゃん出動だね。そう、自分あのタカがずっとドライブをしたい場合は別に、そうだから自分で運転するんだったらマカンちゃんのが圧倒的に楽しいんだよね、やっぱりタカが。そう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 。でも座り心地とか、レボちゃんの方がいい気がする。便利機能を求めたらもうレボちゃん圧勝よ。そうだよ、 100% レボちゃんの方がいいんだけど、日本がドイツに勝ったよ、めちゃめちゃ。あそうそうそう、日本圧勝マジ。ただ運転を自分でして楽しみながら運転するってなったらやっぱりマカンちゃん圧勝だね。まあ、そのスピードがすぐに出るとか、まあ、本当にスポーツカーだねっていう感じは。そうスポーツカーだもんね、マカンね、はい、マカンちゃん、まあ、レボちゃんは最強な安全な安心な車。はい、はい、ということでドライブ終わりました。もう本当にこの車でドライブをするのが楽しいですよ。レナさんの愛車レボちゃん。レボちゃん、今日名前初めてつきました。あの私の愛車はレボちゃんなんだけど、皆さんの愛車は何の車か教えてください。レヴォーグだったら特には書いてほしいですね。レヴォーグ乗ってる人多いんじゃない。多いのかな。あとスバル車乗ってる人多いと思うよ。そうだね、だってめちゃくちゃいいもんスバル車。日本車の中でマジでいいよ。なんかもう名古屋はトヨタの国だから。確かにトヨタ人口多いけどね。そう、でもスバルがいい。そこの中でスバル車最強だよ。はい、最強です。あのトヨタの人に怒られるかもしれない。トヨタ車もいいよ、スバル車はもっといいよ。はい、はい、ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。